クルワ行地図ー館は北海道函館市に所在する中世城館跡、小林市によって築かれたとされる道南十二館の一つ、国の史跡に指定されている。西には旧シ川があり、東は谷沢に連なっており、南方は海に面した丘陵上に立地する。1983年から1985年にかけて函館市教育委員会によって、 発掘調査が行われた。館跡は自然地形を生かし、四方に塗る糸や原または箱や玄状の空堀が巡らされ、全体でほぼ長方形の形状を呈している。内部は東山約70から80メートル、南北約50から65メートルで約4100平方メートルの広さがあり、車の内部では掘った手柱建物跡や井戸が確認されている。 土類の高さは北側で約4.0から4.5メートル、南側で約1.0から1.5メートルであり、土類の外側にあたる北側と西側には幅約5から10メートルの空堀が設けられ、最も深いところで約3.5メートルの深さを持つ。発掘調査では15世紀前半頃を主体とする、青磁、白磁、鈴焼き、越前焼き、小瀬戸などの陶磁器が出土している。 これらの遺没の年代は、白木の記録に記された、長禄元年の古社マインの戦いにおける、篠の館陥落の時期と矛盾しない。2017年4月6日、俗日本100名城に選定された。1934年8月9日、国の史跡に指定された。古しくるは、堀、谷沢全体に指定地が及ぶようにするため、1977年4月27日に、 追加指定がなされている。1968年、しのり間の南西方向100メートル地点から埋納されたと推定される越前焼、鈴焼の大亀3個の中より計387,514枚に及ぶ、主として中国の銅線が出土している。これは日本国内で1箇所から発見された古線としては最大級の量である。 北海道市の利中世移行出土船として国の重要文化財に指定され、市立函館博物館に所蔵されている。輸送神社前停留所までは函館市電油の川線も利用可能。ありがとうございます。